こんにちは、信頼ありメンバーのバラマツです。パワポ芸人の顔が濃い豊真さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日は食品飲料メーカーの面接をやってみようと思います、うん、やってみましょう。信頼ありメンバーひーちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これまで信頼ありって結構ガチ面接出してきたんですよ。なんですけど、あの業界が想定されてなかったりとかして、はい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 、その業界特有の質問とかそういうのをそう知りたい人がいるかなっていうことで、今回第1弾の食品飲料メーカーをやっていきたいかなと思います。やってみましょう。今回は実際に食品飲料メーカーに内定されたキーちゃんがどんな受け答えをしてたのかっていうところを見ていけたらなと思ってます。今日はですね、だいたい15分ぐらい、6つほど質問をさせていただくので、ぜひですね、大塚さんについていろいろと教えていただければと思います。はい。簡単に自己紹介をお願いします。はい。一橋大学社会学部から参りました、大塚希穂と言います。私を構成する要素は食だというふうに考えておりまして、それを構成する要素が3つあります。でまず1つ目が、食生活史学食と環境ゼミという、食文化だったり、食の編成に関するゼミに所属をしている、うん、というところです。で、2つ目が、飲食店でアルバイト2年ほどやってまして、うんうん、これはパン屋さんだったんですけれども、うん、ずっと食べ物に携わってきました。3つ目の点では食品ロスの事業を長期インターン生として行っていたという過去があります、うんうんうん、このように3つの背景から自分を構成する要素は食だというふうに自負しております。で本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、続いて学生時代に力を入れたことについて教えてください。私が学生時代に力を入れたことは、うん、先ほどのお話でもあった長期インターン先での営業経験になります、はい、具体的にお話しさせていただくと、まずビジネスモデルというところが、うん、廃棄になり得る食材、例えば賞味期限間近だったりサイズがやっぱいろいろ決まっているので、それに外れてしまった食品を EC サイト上で販売して買っていただく、もう EC を運営しているサイトでお仕事をしてたんですけれども、はいはいはい、この商品数を増やすっていうところでの営業を私自身からやりたいというところを申し出て行っておりました、うんうん、成果としては新規事業だったので売上というところだと少なめであるんですけれども、1ヶ月にほとんど800万円だったところを1100万円その1ヶ月で向上させられたというところで、うん、自分が売上に貢献できたというふうに考えております。どういったところに問題があると考えて、どういった行動をとっていたんでしょうか。問題があったっていうところで言うと、いろいろな食品 EC サイトの会社さんがある中で、うん、商品数が平均他社さんだと1万2万はあるのに対して弊社が200点ぐらいしかなくて、はいはい、商品数の差っていうところで、まあ、選択肢も減る分売上がまあ向上しないのかなっていう仮説を立てて、うん、そこにアプローチをしたというところがあります。それに対して私がどう対処したのかっていうところなんですけれども、いろいろ施策を行ったんですけど、一番大きかったのが商品数を増やすっていうところで、農家さんだったり卸の方に電話だったりメールでアポイントを取るところから始めて、商談に出て事業の説明をして契約をして商品を出店してもらうっていうところまでをやっていました。それはなんか大塚さん以外のインターンの方だったりとか社員さんだったりは直接アポイントを取るってことはあんまりやってなかったってことですか。もちろんやってなかったっていうところでして、というのも社員さん2人とインターン生2名の副賞チームでやっていまして、はい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 、それぞれがサイトの運用保守だったり、うん、SNS 担当だったりで、うん、手一杯な状態だったので私が入ってきまして、それで私がやってる人いないさんというところで入らせていただきました。もともと存在していた仕事を拡大したんではなくて、そこに仕事した方がいいなっていうふうに自分で見つけたっていうことですかね。はい、そういうことです。どういうふうに電話をする相手とか連絡先ってのはゲットしたんですか。企画外だったり賞味期限というようなものではなくて、製品を販売する EC などがあるので、はい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 、製品を出してれば企画外のものも出るだろうっていうところで、このような EC に出品されている方にお声掛けさせていただきました。他社の EC サイトから情報をゲットできたってことですかね。はい、そういうことです。結構皆さん素直に出品してくれたんですか。最初はなかなか契約が取れなかったっていうのはありますね。契約を取るために工夫したこととかってあったんですか。一番最初の段階で契約を取ろうって思ってたので、最初は、うんうん、その何回か段階を重ねて仲良くなって、はい、商談だったり契約につなごうっていうマインドに変更するようになって、うん、時代に取れるようになりました。なるほどなるほど。ちなみにそのインターン先はどういった経緯で入られたんですか。自己紹介でご説明したそのアルバイト先が東京駅だったんですけれども、はい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 、東京駅のイベント
ントスペースで私が将来働くことになるインターン先の人がいらっしゃっておりまして、毎日アルバイトに通う中で顔見すぎになりまして、うん、知り合いになっていろいろお話を聞いているうちに私もやってみたいなっていう、うん、アルバイトを働いている時に食品が廃棄されているのにすごく悲壮感だったり罪悪感を抱いてしまっていたので、はい、そこですごく共感してインターンさせてくださいというところで上位しました。じゃあ続いてですね、就活の軸について伺いできればと思うんですけども、はい、大塚さんはなんかこう就活をされる中で指針といいますか軸としているものは何かありますか？3つございまして、はいはい、まず1つ目が漠然としてるんですけど、日本のプレゼンスを向上させられるっていうところ、2つ目が自慢の母親になれるかっていうところ、うん、3つ目が自分がその所属する組織だったり会社で働いていることに誇りを持てたり他の人におすすめできるかっていう感じで見ています、はい。まあ、具体的にじゃあ説明させていただきます。で、1つ目の日本のプレゼンス向上っていうところだと、私は幼少期にイギリスに住んでいた経験がありまして、うん、ここでその思った以上に外国の方々が日本のことを好きって言ってくれて、うん、例えば日本の車だったりお菓子だったりを見て作ってる日本すごいねって言ってくれたり、日本文化って面白いよねって言ってくれるのがすごく私は嬉しくて、はいはいはい、もっと日本人が知って元気になってほしいなっていう意味での、うん、プレゼンスの向上、そういうのに貢献できるかなっていう観点を大事にしています、うんうん。で、2つ目なんですけれども、はい、自慢の母親っていうところで、私自身の母親が今働いているんですけれども、うん、働きながら中学生の妹に毎日お弁当を作ってて、うん、かつお仕事もすごく楽しそうで、うん、職場の方と休みの日にお出かけしていたり、まあ、平日の夜には帰ってきてスポーツジムに行って自分の時間を楽しんでというような、自分にとってすごく理想な生活を送っていて、はい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 、そういう母になりたいなっていうふうに思ってます、うん。他人におすすめできるかっていうところで、うん、私自身2つの会社でインターンをしてきたんですけれども、はい、営業をするときに自分がその商材だったりサービスに共感してることってすごく大事、うん、で、今旬代理っていう事業を行っているダイリーって会社でインターンをするんですけれども、自分がどういう事業をやってるかだったりどういうお仕事をしてるのか説明するときに、明らかにその自分が話してるときの思いが溢れ出てしまって、そういう自分に誇りを感じるというか楽しいなって思えるので、うん、そういう風に社会人になってもあり続けたいなっていう思いでこのような軸を掲げています、うん。ああ、なるほどなるほど。大塚さんご自身で自分の強みだと思っていることと、はい、弱みだと思っていることをそれぞれ教えてください。ではまず強みからなんですけれども、はい、私は新しいことでも物怖じせずに挑戦して、うんうん、でかつ成果を残せるところだなっていうふうに思っています、うんうん。でまあ、その一方で弱みなんですけれども、いろいろ手を出しすぎてしまって結構体調とかも結構崩しやすいので、そういうところで弱みとしては挙げられるんじゃないかなって思ってます。例えば大学1年生の時だと、うん、今テニスサークルに入ってて、はい、そのテニスサークルの活動とあとアルバイトも結構やってて、でそれで忙しくなって、でかつ大学の勉強もちゃんとしたくて、うん、留学の申請もしてみたいな感じで、いろいろなことをマルチタスクでやってしまって、1年の冬に2週間近く体調が悪い時期があって、うん、そういう経験でその周りの方にご迷惑をおかけしたっていうこともあったので、うん、それ以降は自分ができるよっていうのを把握しながら意識するようにしてます、うん。なるほどなるほど。逆にじゃあ強みっておっしゃってた物怖じせずに取り組んだことってなんか最近ありますか？最近は新しくビジネスコンテストに出場していまして、ほいほいほい、日経さんが主催するイベントで、まあ、どの企業に投資をしたら日本が良くなっていくかというような、企業をいろいろな軸で考えるというようなプログラムに出場してます。どうですかそれは？ちなみに途中なので結果としてはあんまり出てないんですけれども、うんうん、私自身もともとそこまで投資の知識がなかったので、うん、株価の指標だったり IR 情報だったりを開いて、どの指標を持ってきて参考にすればいいのかっていうのは言葉を知る段階から始めたので、はい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 、すごく時間がかかって難しかったです、続いてですね、はい、食品飲料業界の会社に入りたいと思われた、まあ、理由といいますか動機を教えてください、はい。まず大きなメーカーみたいなところからお話ししていただきたいんですけれども、うんうん、先ほどの軸で申し上げた日本のプレゼンスを向上させたいというところで、はい、日本を外から見た時に日本のものづくりの技術だったりそのノウハウが他の国と比べてどこか角度が違うというか独特で技術力もあって、うんうん、そういうところで私自身の日本のプレゼンスを向上させたいというところで、まあ、メーカーさんを中心に見ています、まあ、その中でも食品を見ているというのが2つほど理由がありまして、うんうん、
2つ目が海外に住んでた時に海外の友達と日本食を食べた時にもう明らかに感動してくれて、それがすごく自分の中で印象に残っているっていうのがあります。で、2つ目が自分がその食品のそのインターンだったり、食に関するゼミに所属しているというところで比較的食に関する知識、食の問題だったりも含め知識があるなっていうふうに思うので、そのような点から貢献したいなっていうふうに思ってます。食品っていう関連で言うと、最近何かこう食品とか飲料関連で、世の中のニュースとか動きで気になってることって何かありますか？円安に伴う材料費の高騰で実際に、店頭価格も上昇してるっていうところは消費者としても気になる点ですし、食品業界に関心がある身としても興味がある点で、今後こう入社した後に大塚さんご自身がこういう仕事をしてみたいなとか、5年後10年後にこういう自分になっていたいなっていう将来像を見せて聞かせていただければと思います。一番ゴールとしてるのは海外マーケティングに携わりたいっていうところで、私自身その海外での経験が原体験としてあるので、自分もそこにお仕事として携われたらいいなっていうふうに思っています。ある企業さんの CM で、オーストラリアで放送されている CM なんですけど、日本の商材の販促をするときに、お相撲さんをイメージモデルとして放送してるのがあって、それがもう私のやりたいこととドンピシャでマッチしていて、日本の文化で日本の商品を売るというのが自分の中で印象残っていて、そのようなお仕事を将来やってみたいなっていうふうに思ってます。日本文化を広めたいっていう気持ちが芽生えたのはやっぱりイギリスでの経験がきっかけなんですかね。はい、そういう通りです。最後に何か一言言いたいことがありましたら大塚さんからお願いします。私自身自分が担当するお仕事だったり業務はもちろん大事なんですけれども、自分がインターンをした経験で自分が属している組織だったりアフみたいなところにすごく魅力だったり楽しさ、日々の喜びを感じるので、それを御社でも実際に感じておりまして、はい、ぜひその組織の一員として働けたら嬉しいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。これで受からなかったら全人類誰も受からないだろうってぐらい受かってますから。あ、そうですよね、はい、彼女は成功事例でございます。なんで食品飲料メーカーにおいて評価されたのかっていうところを伺いたいんですけど、評価されたところですよね。ストーリーがあるよね。どれをぶつけても明確な整理された状態で情報がちゃんと返ってくる感じがあるし、それがかつキーちゃんの言葉でキーちゃんのストーリーとして整理されて返ってくる感じがすごいあるなと思っていて、日本人であるっていうアイデンティティと海外で生まれたっていうところの掛け合わせで多分その日本文化を広めたいっていう多分キーちゃんの価値観が生まれてると思ってて、そこに端を発して、それが食品っていうものと絡み合って海外で食品を絡めて日本文化を広めていきたいんだっていう、ある意味人生のミッションだよね。そこに繋がるストーリーがすごい明確に分かるのが、話として筋が通ってるし魅力的、興味深いなっていうふうに思ったのが一番いいところなんじゃないかなという気がします。自分の言葉で語りましょうとか、はいはいはい、よく聞くじゃないですか。言いますね。もう聞き飽きたんですよ私がもっと知りたいのは、どうやったら小山根さんとかキーちゃんみたいに自分の言葉で話せるようになるんですか？まずは多分ね、ちゃんと準備してると思う。普通の人が30分やって、うわあかんねーみたいなところ諦めてる人、5時間ぐらいやって苦しんで出してんじゃないかなという勝手な想像だけどね。かける時間とか深さみたいのは努力してるんだろうなっていうのは前提ある気はする。具体的にどういう風に自己分析したなと思いますか？以前シュンダイリーで私がワンキャリアの佐田さんと一緒に出た自己分析の企画があって、それでやり方を教えてもらったんですけれども、それでお話しされてたのが性格診断みたいなのを一回受けてみて、ここで合ってるところに該当するエピソードを持ってくるみたいなのは結構整理してやって、エピソードとして私が出てきたのが多かったのがイギリスでの経験だったので、それをちょっと整理して話してるみたいな感じです。他に良かったポイントってありますか？3つ好きですね3つって言われたら聞き手も楽ですよね。そうね、パワポも一緒だから。今日のプレゼンはゴールはここですと、4つのアジェンダでお話しします。全体像を分かってこう整理されながら聞くと、聞き手がもう頭の中が整理されて聞きやすくなるわけですよね。だからもうパワポですよね、つまり。話すことがまるでパワポのように構造化されてるから、話す時も自信が出るし聞き手も分かりやすいみたいな感じなんです。そうね、うん、そうね。ちなみにこの子は食品のメーカーに合うなっていう風に思われやすいポイントとかはありましたか？鉄道会社は鉄オタ取らないとか言うじゃん。そのものを好きかどうかと、それを作ってる会社で活躍できるかどうかって必ずしも一致せんと思うの
だね。でキーちゃんの場合はキーちゃんの人生のミッションがもう本当にその日本文化であり食べ物でありっていうところにフィットしてるから、ただ単に食べ物好きですじゃないから魅力的になると思うんだけど、抜いてる人っていうのは、うん、好きかどうかは別に正直関係なくて、うん、自分が達成したいことが、うん、食品とか飲料っていう手段にマッチしてるっていうのがちょっと伝えられる。まあまあまあ、てかその前提別になんかね、俺の持論は企業が求めてる人材ってまあそんな変わらんねん。キーちゃんの分かりやすい話は自動車メーカーでも起きると、インフラとか通信系とか商社とかでも全然通じる話だと思います、うん、逆に言うと食品に関する人生のストーリーがあるからキーちゃんが食品飲料メーカーに受けるかって言ったらそういうわけではないと。視聴者さん的には自分が食品飲料メーカーに興味あったら、うん、自分はそういう合ってるのかなって思うと思うんですけど、うん、そこじゃないと思います。そんなことではない、うん、はい、たまたま食品にすごい興味ある人が食品の面接を受けてるだけであって、キーちゃんのいいところはそこではないと。他にも、はい、なんかここは良かったなっていうポイントとか、はい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 、今面接に苦手意識がある方がこれは真似できるといいんじゃないみたいなポイントありますか？はい、テクニカルな話だと思うんだけど、うん、面接官の反応を見ながら階層構造をね作ってるんですよこの人は。見出しと詳細を分けてますこの人は、例えば3つありますと、はい、3つのポイント概要をまず話した上で俺の顔色が上がってもうちょい話してほしそうだなって思ったら具体的にはって2段階で話してるんですこの人は。3つざっくり言って、あ、分かりました次に質問ですがって行くならここまでで求められてるの終わりなんだなっていう風に多分理解しているし、もっと話してほしいんだったらそれにちゃんとくっつける詳細もちゃんと用意してるわけです。だから3つ情報を用意するって時にただ単に3つの塊を用意するんじゃなくて先に概要を3つ考えておいてその下にくっつける形で詳細を考えてるんですよね。それがねテクニカルだけどねうまいなと思いましたね。不用意に話しすぎずに、そうそうそう、相手の反応を見てどこまで出すかを決めるっていう。それは意識してるんですか、キーちゃん？あ、はい、意識してます。ほらすごーい。ここカット。あ、すいません。どうやってできるようになったんですか？転校を重ねていく中で面接官の方の表情とか態度でなんとなく分かるようになったっていうのがあります。え、どうやって分かるんですか？一旦待って、うん、次の質問が来るってなったら用意してらっしゃると思うのですぐ来るかなって思うんですね、うん、ずっと待ってる感じだったので今回は、あ、じゃあ行くのかなって思って行ってました。余裕ないととりあえず質問に答えるのに必死になっちゃうけど、相手が何を求めてるかどこまで求めてるかっていうところをちゃんと考えてコミュニケーション取れてるっていうのもポイントってことですね。インターンの話がね全体像があまり見えなかったんですよ。800万円から1100万円って数字だけ言うとまあなんかすごいっちゃすごいんだけど、100人のチームで100億円作るよりも1人で5億円作る方がすごいみたいな話があるときに、最終的な数字だけ言われてもその数字作るのにあなたは何を考えて何をしたんですかっていうのが分かりたいなと思ったときに、もうちょっと全体像と領域分けが分かるように説明できるといいかなという気はちょっとしました。で最終的にちゃんと聞いたらすごい質問した。だいたいそういうのってもともとある枠組みの回ってるものをちょっとこう改善するみたいなことが一般的だから、新しい課題を見つけてそこを潰しに行ったっていう新しい仕事を作るっていうのはすごい価値があることだと思うんですよね。結果と過程がやっぱ両方欲しいわけですよ。過程だけだったらそれ聞いて何になったのってなるし、結果だけ言われてもそれあなた何したのってなるわけですよ、うん、結果はこうなりました、でその中で私は全体の中のこういう部分をこうした結果このぐらい貢献したんですって言われればおおすごいじゃんってなるから、うん、今回の聞いたネット両方一応あったんだけど俺の頭の中で繋がりきらなかったっていう感じかな。キーちゃん自身が食品飲料メーカーに合格するために、はいはい、今回の面接で意識したポイントをぜひ教えていただきたいです。一番聞きたい。メンターの方から面接後に言われたことで一番言われたのは表情がすごい豊かだねみたいなことがすごく言われて、で面接官の方と楽しく自分がこういう人柄なんだよっていうのをちゃんとそういう場で出せるかっていうのは考えながらやってました。手真根さんからメッセージお願いします。はい、就活はですね非常に難しいんですけども、僕の持論ではですねあんまりこう自分を取り繕いすぎてこう偽りの自分で入るぐらいだったらある程度こう自分をちゃんと説明してそれでこういいと思ってくれる会社に入った方がその後の人生は幸せになるんじゃないかなと個人的には思ってます。とはいえですねちゃんと準備することは大事なので、今日のキーちゃんみたいにですね整理された話ができるように時間をかけて自分のことをよく考えて知って質問されたら階層構造を持った整理された情報を返せるように
にぜひ準備していただいて取り組んでいただければきっといい結果が待ってるんじゃないかなと思います。ということで今回は食品飲料メーカーの面接をお届けしました。今回面接を担当してくださった豊真さんのツイッターとか書籍の情報も下の概要欄に貼ってありますので全然見なくて大丈夫です、はい、見てください。これ以外にもいろんな業界の面接見てみたいなって思ってくださった方はぜひコメントいただけると嬉しいです。きーちゃん、豊真さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。